ソベです。ベレアンです。みんな全部全員やるじゃあ。やるやるやろう。どうぞ。じゃあいいよ、うん、あれ、うん、あれじゃあ行きます、うん、はい。あなたの心にブザービートピ ーナイスシュー。みなみかはるかです。ゆうなを見て。もっともっとゆうなを知って。もっと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 ゆうなのことをしてほしい、木本ゆうなです。イエーイ。はい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 、ね、みなみかはだって。みなみかわって言うの。てかさ、今日さ、すっごいニッコニコで、ね、みなみかわって言ってるさ、人さ、うん、めっちゃ目の前に、なんか目の前にいてめっちゃ笑っちゃった。なんかすごいみんな楽しそうだったね、本当に、ね、ありがとうございます。うどうですかみんな。ちょっとそれにしてもさ、すごい前のめりで、うん、そう、こうするとね、見えないんだよ。そう、こうするとそう、コメントが目悪くなったからさ、さらにこうやんないといけない。キモトのコメント小さね。確かにルア特大だよ。え、ハルモだよ。何で設定すんの。なんかショールームの設定の、そう、自分でできるよ。えー、いつもこうやって特大だから。だから全然わかんない。こうやって配信してる。キモトのコメントだけが全然読めない、うん、ね、コメント3つしか読めないんだよね。だからえ、てかさ、みんなさ、他に iPad とか持ってんの。あ、持ってる持ってる持ってる。そこで配信してる、うん。うわー、いいな、ルーム欲しいな。携帯変えたからそれで。あーね、いいな、買おっかな、ね、iPad。 なんか結構春安く買えたんだよね。え、そうなの。なんかなんだ、なんか学割じゃない。学割、そう、学生、え、学生、え、タワー、びっくりした、何かと思った。タワー取った。タワーだー、ありがとう。え、これ何、これ何、なんだろうね、これ何ですか、これ何、これ、え、何、セーラームーン。あ、これハルの友達。いやいやいや、これセーラームーン、何の、これ、これなんだっけ、なんとか座の何座のやつだっけ、何これ、けど熊タワーだよね、これ。え、獅子座か。獅子座なのこれ。え、違う、星座わかんない、星座わかんないわ。え、これ何座、獅子座でしょ。ほら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 。お、ありがとう。当たった。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。獅子座なんだ。ね。みんな何座？伊手座。双子座。なんだろうね。推しか。え？え？びっくりした今。いや、びっくりした。推しが出た。でもね、あと何日か遅かったら。うん、カニ座だった。あ、えー、今思うと後悔？いや、後悔はしないけど別に。そうなのか。誕生日もなって8日だね、だって。だって。だね。ありがとうございます。いや、私が一番にあのライン来るので、私は絶対は一番のなだよ。え、カウントダウン配信してるからそこで結果発表するね。あ、そうなの？え、いいね。うん。え、二十歳になるんだよ。やば。え、もうこういう感じじゃん。二十歳。え？ねえ、ちょっと騙されたね。やだ。今信じてくれた。あ、だす、確かに。確かに。二十歳。あれあれ。あれって今思ったもん。あれ。いや、引っかかった。ありがとう。実は同い年。そうなんだよね。そうね、びっくりした。そう。え、でもさ、なんかさ、ね、こうさ、みんなで集まってるとさ、うん、みんな同い年にさ見えちゃうんだよね。わかる、なんか年下に見えなくない。え、ルアは、ルアちゃん、え、赤ちゃんじゃん。いや、でも春はなんかそんな、なんか赤ちゃんってほどの、うん、赤ちゃんじゃないの。あ、ありがとう。小学生の男子みたいな。いや、本当にそう。え、な感じ。やんちゃと、リリノと、うん、もっちゃんも、うん、なんかそんな下って感じはしない。同じぐらいな感じがするけど、なっちゃん、磯部、リリカ、ユーハあたりはもう子供、もう赤ちゃん。赤ちゃんだよね。ね、リリカも今日めっちゃ赤ちゃんだったよね。うん、スピーチ可愛すぎた。可愛かった。上手だったよ。うん、ね。
何する何する何する、うん、持ってくればよかった今日ここで配信できるならさあのさ開けたあのハッピーセットの開けたと思う弟が消したと思う見てないあそのハッピーセットのおもちゃってこと、うん、うわ人生ゲームだったのカードゲームでここでやったら楽しいじゃん絶対確かに持ってくればよかったえなんか3人でなんかできるやつないのかな普通に人生ゲームじゃない間違えた3人の遊び指すまそんなしか思いつかないよねわかるなんだろうなんかない？3人でできる遊びほうれん草みたいな違う春から始まるリズムに合わせてゆなさんってゆなゆなゆなっていや難しいイヤホン探そうよね斉藤さんゲームだっけあれなんだっけえそれはさあれじゃない斉藤さんみたいな斉藤ですあそう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 あじゃあなんだあれ、うんあれじゃない？ん？イヤホン探すゲームしよう。ねちょっと待って。いやでもイヤホンいやでもね。うん、あルアのイヤホン一緒あったと思ったんさ。そしたら春のイヤホンで。うん、え本当にあのケースが一緒だから。あ確かに。見つけたと思ったら違った。ね。しかも春ちゃん片耳つけてそのまま放置してたよ。うん、だよ。だからえこれ誰のこれ誰のって。私のいやでもそれじゃあここせっかくだしあのルアの、 あのイヤホンが今ないのでそうだエアポッツが あのあった方ぜひそうだよ磯部にそうご連絡をよろしくお願いしますエアポッツ見つけたら言ってください磯部に連絡してくださいあのこちらですこちらこち こちらです概要欄貼ってきますこちらですこちらですね磯部が取りに行きますので、ね、お腹空きすぎてお腹痛くなってきた、ね、てかさ2人ともさちゃんとお菓子やるのやばい、ね、これそうこれねリリカからもらいましたお菓子もらいましたでちょっと非常食として食べたいと思いますお腹すいたあごめん春の友達めっちゃ通知うるさい耳に挟まってんじゃないの、うん、見てくんないなるあるないわないかもしれないないよ ね飲ん食べた食べちゃったなんか間違って捨てたことかえ捨てたえらこの前間違って歯ブラシセット捨てたんだよねゴミ箱にえそれどうしたのえもうえもう新しいの買ったえマジなんか間違えるんだよ ねありえるねありえるじゃんそれワンちゃんやばいねこういって捨てちゃったえマジかやばくない？やばいね。タンプレでもらったんだよ。え？親から。じゃあ春が買ってあげるよ。タンプレ。うわ。え？本当？じゃあ春タンプレ返してないの。12月にもらったの。で5月にタンプレあげようと思ったの。そしたらずっと返してない。あ、そうなんだ。だじゃあ。えでもね、あのリクエスト来たんだよ。これがいいって。うんうんうん、だから今探してるのタンプレを。ありがとうございます。だからちょっと春の誕生日の日に渡すね。なんだこと。ね、春の誕生日の時に渡すわ。うん、これ。やっぱり指すまする？それかあっち向いてほいとか。指すまやる？指すまやってみるか。みんな理解してるでしょ。みんな指すまわかりますか？ね。指すまってなんていう？あの最初。指すま1とかじゃない？それあれだよね。うちのお母さん、1だった。何それ何それ、ちょっと待ってくれ。指すまっていうことを知らなかった。え、これなんていうゲームか知らなかった。1とか、うん、そんな貯めていいの？わかんないんだけど、うん、なんかそうやって教えられた。親指6個あるから。親指？じゃあ6までか。うん。当たり前のこと言ってんだけど。親指めっちゃ当たり前じゃない？オッケー。そうね。え、伊勢の手じゃない？指すま？指すま。オッケー。
じゃあ誰から始める？指すましてんの？指すまを今からしようかと思って。タコタコのこと？何それ？タコタコ？タコタコ？タコタコって何？タコタコ？え、タコタコ？そういうの？え、待って長野の方。え、てかおいでおいで。それさ8人でやるってこと？え、うん、何？ね、タコタコって何？それでなんて言うの？こうやってベッてやるの？タコタコ1。うわー、マジか。何？なんて言うの？おじやはモルケン1。うわー、何それ？待って。指すまじゃないの？やばい。何？モルケン？モルケン。タコタコ？え、タコタコって言わないの？何それ？モルケンいない？え、タコタコって言う人いるよ。言わない？イカイカ。イカイカ1。指すまは指すまじゃないの？え、それは、え、なに？怖い。え、やる？指すま。え、なんかやらなそうだった。じゃあ一回やる。あ、ありがとう。よし、じゃあ指が、親指何個ある？ 1、2、3、4、だから10個だよ。当たり前だよ、10個だよ。10個ね。誰から？じゃあ、ゆなからいいの？はい、いきまーす。いきますね。はい、せーの。指すま5。あー、6だよ。6。上がってます。だから1、2、3、4、5。あ、すいません。かわいいユーハン。すげー、すげー、すごい。え、やった。いきますよ。はい、指すま6。ちくしょう。指すま3。おー、すごーい。マジ？いや、指すま2。みんなあげないでよ。いくで。指すま3。おー、すごい。マジ？マジ？ちょっと待って。弱いね。え？指すま2。上げすぎね。上げすぎよ。よしよし。指すま5。少な。1、2、3、4、5、6、7。うん。指すま。指すま、いきますね。指すまに。よしじゃない、全然。ありがとう。ありがとう。指すま、楽しかった。モルケ。モルケ。モルケ。かわいい。タコタコだって。タコタコ。かわいい。すごい。いなくなっちゃった。コメント読もうと。ね。何、指すまのすま、何これ。明日継続チケット。いいな。でしょ。うん。なんか休んじゃったからな。ん？今何日？明日30か。うん。430。うわ、なんだろうな。はるかまだ継続チケットもらえない。はるか。ルア、明日、明後日かな。もしかしたら。わかんない。ね。今何日なんだ。ルアと同じじゃない？はる。あれ？でも昨日427行った気がするんだけど。嘘。じゃあ1日遅れてんの？春。マジか。ちくしょう。てかさ、365日の記念イベントからさ、こんなに経った。こんなに経ったのやばくない？やばい。やばいよね。本当にやめようかと思ってたんだけど。なんで？やめる機会失っちゃった。すごい。すごいよ。400。頑張ろうね。うん。まず次500。500いける？いけるいける。いけるよ。だってあとさ、70日とかでしょ。え、いけるの？絶対いけるでしょ。いけるよ。冬を乗り越えればはいけるんだよね。絶対いけない。マジで起きれないから。え、わかる。マジ冬眠するから。無理だよ、無理。うん。しかもさ、夜も夜厳しくない？だって10時まで。10時までじゃん。うん。学1年生なので。2周年いけるかな。2周年いけるよ。頑張る。365×2、520730。はい、すいません、すごい。730無理だな、絶対。あ、無理だわこれ。絶対無理だって。無理だ、ね、いけるこれ。頑張る。絶対無理。あ、日野さんが1300日だ。すごい、すごい、やばい、さすがすぎる。次アバター作るなら春ベルボー作ろう。なんでだよ。もうやっぱさ、なんかさ、個性あるね。確かに。
確かにベルボーかわいいね。なんかベルボーいっぱいいると可愛く見える。いやマジ、いや怖く見える。気持ち悪いでしょ。どう考えてキモすぎるよ。キモすぎ、それがいいんだよ。え、かわいいベルボー。あ、そう、誕生日だったんだ。そう、昨日か。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ね、何日だっけベルボー。あ、昨日だっけ。24。うん、一昨日か。一昨日ですね。一昨日で今日ふむふむ日で、なんかいろいろちょっと記念日続きなんですけど。すごいね。カエルマジでいつ作ったの、はるちゃん。はるちゃん実はカエルできたの中学校3年生。あれ元々あったってこと。カエル元々。あ、そうなの。春が描いたカエルが元々中3の時からそれで、うんうん、でクラスのみんなに惹かれてた。あ、そりゃそうだよね。うん、え、カエルって何これ。これ本当にカエルみたいな。確かに。そう、それで、うん、だからみんな昔からなんか春が、うん、あのまあクラスラインにね、クラスラインというかなんかバーンってカエル送ったの。うん。なんかみんな保存してたら持ってる気がする。も私キャラクターはないからな。え、作らないの。作ろうよ。作らカニとか。で、カニの目がベルボーみたいなさ。ねえ、なんでなんでそれベルボー切れてくんの。なんでやねん、なんでやねんそれ。でそのあのカニはさ、うん、こうサインとかで、うん、結構早く描きやすくするために、うん、簡単なやつに知ってるから、うん、キャラクターって言うほどでもないのね。ああ、そうだからどうしようかね。なんかキャラクターなんだろうね。カエルじゃん、間違えちゃった。カニ、なんだろう。カニ、なんかいいキャラクター考える。そう、なんかそのキャラクターが1個あるとさ、うん、生誕ティーとかさ、うん、こうなんかグッズのイラスト描くときとか、うん、デザインね、とかポストカードとかサイン描くときにさ、うん、飾れるからいいよね。そうそうそう、確かにいいんですよね。カニを大量発生させて終わっちゃうから私は。あ、うん、なんか簡単な方がいいよ結構。まあ、そうだよね、うん、それ何百枚描くって考えたらカニでもやべって思ってる、うん、ベルボー難しそう。ベルボーマジで左右非対称に描かないように左右対称に描くようにしてこだわりがね。めっちゃ手振れながらもこう、ね、カエルめっちゃ簡単。簡単そう。え、ね、なんだろうね、ユウナといえばカニしか思いつかない、うん。でもアバターもなかなか個性あっていいと思う。可愛くない？めっちゃ可愛いと思う、マジで。いいな。なんか次ルアもアバター作るとき、こういうベルボーもいいと思うんだけど、こういうなんか、ね、こういう着せ替えみたいな、うん、こういうアバターが着てるみたいな、ね、そう、細部までこだわりましたよ。いいの、いいな。ちゃんと首からゴーグル下げてるし、手にマイク持ってるし、もう片方の手はピースしてるの。あ、そうなの。ほら見て、本当だ本当だ、やばっ、めっちゃこだわってる。そういえばさ、見て、うん、このさ、はるか。なんか今さ、名前、この名前なんだけどさ。うんうんうん。え、ベルボーだったのに変わってる。はるのアバターになっちゃってる。ベルボーだったの。ベルボーのアバターだったの、ありがとう。そう、ベルボー使ってた。ベルボーにした。え、なんかたまに本当に配信見に来てくれるよね。え、そうそう、ベルボー。え、ゆうのとこに来ない。違う、最近ね。あのユナのさ配信時間に春が配信すること多くなっちゃって、うんうんうん、かぶっちゃってんだよ。そうなのね。そう、でもユナちゃんも来てくれたりしたことあるよね、うんうん、ありがとうみんな。俺はもうコメントしたいんだけどさ、うん、10時以降が多いからさそうだよね、うん。あ、でもさ、なんだっけ、イベントの時、うん、なんだっけ、イベントの時さ、ゆうなちゃんのさ、あのハイテンション歌ってた時、うん、にさ、うちらさ、LINE でさ、そう、LINE で言ってくるからね、頑張った。じゃあ、追いつけないの、LINE じゃ。本当に文字打ちに文字キュンとかね、うん、あ、そうそう、ね、キュンとかめっちゃ文字打ってた。え、どうする、毎日配信もし誰かが途切れたらあのグループ抜けないといけない。そうだよそうだよ、あのグループ抜けないといけない。あ、私たち、あの毎日配信のグループがあって3人の、うん、
ね、そうだ、毎日配信じゃなくなったら毎日配信っていう名目ではなくなるんですよ。え、じゃあ抜けないといけない、抜けることを考えないでもらって。あ、うん、うん、ね、そうだよね、そうだよね、そうやで、ね、みんながやってるからあれだよ、春もやってるんだよ。うん、だからゆうなは全然やめる気はしないから、やめる気がない。君たちがやめるなら春もやめる。だからやめないって。あ、ごめんごめん、うん、ローがやめるならやめるよ。みんなで2周年まで頑張ろう。次は、うん、ね、500日ももちろんそうです。1000もそうですし、次は2周年だね。3周年は一旦考えないようにしようね。とりあえず今2周年、もう後戻りできないのかだって。あ、うん、そう。そうね、ちょっとうん、実を言うとそう、うん、でも別にその苦じゃないから、こうやめようって思った時にどのタイミングでやめるってなるから。そうなんですよね。なんかでもちゃんと配信毎日本当に癒されてますとかいうコメント見るとすごい、しててよかったなってすごい思うし、うん、ね、そうだよね、みんなの癒しになってるなら本当に嬉しいから、ね、続けたいなって思うし、寝起き、うん、寝起き配信でも癒されますとかさ、寝起きからありがとうございます、ずっと目こすってたりさ、ぼーっとしてるだけなのに癒されるのと思って、ね、はるか嬉しい。鼻触って、あ、やばい、花粉か、花粉が鼻がムズムズって、ね、ありがとうございます、本当に。今日は、今日の公演メンバーで楽しいことをしたんですよね、昼夜の間に。そうだね、そうだね、そうだね、楽しみ。いつ上がる、上がるんですかね。うん、ちょっとそれがこう私の元に届かないと。あ、そうです、ルア次第ですね、すいません、はい、ルアがまず送らないところがあるので、ね、楽しみにしてて。楽しみだね。うん、めっちゃ楽しかったし、ね、楽しかった。そう、うん、NG も、うん、NG 動画もいろいろあるから、ね、うん、そういえばさ、気になってたんだけどさ、朝配信でさ、なんかシュークリームとかさ、うん、メロンパンとか食べてた方いたじゃん、うん、あれってさ、もうなくなったの、あの伝統。確かに、なんかそういう人いたよね、うん、うん、シュークリームとか食べなくなっちゃったなんか、あ、急に、そうですね、急に食べなくなっちゃったんだけど、まあなんかわかんない、なんか朝配信、え、なんでだろう ね、なんで食べなくなったの、うん、わかんない。え、朝なんか食べてる、うん、配信終わった後に食べるようになっちゃって。あ、そう、え、朝ごはんシュークリームとか、朝配信、あ、でもね、シュークリームとかの時もあるし、うん、ケーキもあるし、でも最近は、え、白米です、食べるようにしてます。白米、はい、なるほど。朝からきついね。きつくないよ、ね、きつくない、きつ、あ、グミも食べる、グミも食べる、あ、うん、え、ちょっとバンドグミケーキ部入りませんか。え、いいよ。好きですか、グミ。え、グミ好き、グミ好きで、あの春結構家では食べてる、うん、なんかみんなに見せるものじゃない、あ、食べる姿を。あ、そう、そう、写真は撮るとかじゃなくて。あ、写真撮るの。え、なんか食べる、食べた時に、あ、パッケージみたいな、まあ、パッケージ撮るし、うん、なんなら配信で見てこれなるほど、めっちゃ美味しかった。でも春結構粒組みとかは、うん、あの配信で、あ、これ美味しいとか、いいよね、いいよね。そう、何、プレミアムが好きなの、普通のやつ、普通のやつか、うん、そう、そういう、そう、紹介したりはするけど写真は撮らないかも。え、じゃあさ、入らない、うん、え、あの、まあ、入部すると、うん、まあ、あのメールとかで発信、あー発信、え、メールのネタになるっていうことですか。はい、そうです。あ、え、待って、入りたいな、これだってメールのネタないんだよ最近。なんかいろいろ送ってるとね、なんか何送っていいのか分からない。そうだよ、そう、うん、最初の方にさ、もうネタがもう尽きちゃったんだよ、うん、なんかね、なんかレッスンをしてる日々とかさ、うん、何もし、あの、ゆっくりできちゃう1週間とかだってさ、何すんの、何言う、かっこいい、今日も寝て起きただけだぞみたいなやるよね。ね、それでさ、まあ、その時はその時でさ、うん、それを書けばいいのかな、あ、なんかでも毎どう思われるんだろうと思って、毎回同じこと書いてる気がする、なんか寝て起きた確かに難しい。え、でも今
あの2人しかいないので部員が、うんうん、めっちゃ私優秀よ、めっちゃ優秀、うん、あの部員に教わってるから部長が、え、どういうこと、え、本当だよね、どういうことちょっとそのグミを食べなかった期間があって、たまたまね、うん、チョコとかにハマってて、すいません浮気してるやん、チョコにハマってて、あの、あ、これリベラ、あ、おこれです、これです、これ大好きなんですよ、私も大好き、リベラ大好きで、そうこれを買ってったら、なんかそうゆうなちゃんに新作のこれなんか見たとか食べたとか言われて、すごいあやべと思って、うん、それでゆうなちゃんに教わって、うん、あのチョコグミだっけ、うん、グミチョコ、そう、そうセブンのね、セブンのね、あいちごのやつを食べました。はるよくゆうなからグミめっちゃもらう気がする、今日もさうちろう食べてた、だよね、なんかこれおすすめって言って一ついるって、ね、めっちゃ部員が優秀すぎて、そう、え、部長じゃない、いや、本当だよね、なんか言うなんか部長じゃない、部長、ね、部長にふさわしくなります、ね、これ新しく出たんだけどみたいなこれどうって、ね、今はね、今のおすすめは、うん、あの水組ってあるじゃないですか、うん、皆さん知ってますか、知ってる、あの最近はその水組が進化してきて、ぶどう味だの、うん、オレンジとかさ、うん、桃味、あ、桃食べた、そう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 、そういうの写真撮って、そう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 、あ、分かった、あれの、うん、あのノンシュガーバージョン、あれあれあれ、あんじゃね、ゼロカロリーみたいな、あった、え、なんであんのねえ、もうやだ、なんかなんであんのなんかやだ、なんかめっちゃ持ってるじゃん、うん、これね、これのあのなんか小組ってあるじゃん、うん、あれぐらいの大きさのカロリーが少ないノンシュガーバージョン、じゃあさ、これからさグミ布教していこう、あの3期のさグループ LINE にもさ送っていこう、これ今日はこれ食べる今日はこれだよ、これさ実はリリノちゃんに教わったんだよね、この水グミのゼロあ、そうなの、やばいよね、教わってばっかりマジで、え、いいの、いただきます、すいません、こんなにちっちゃいの、かわいい、透明、ありがとう、はい、こちらです、こちら、粒組の01番となってます、やばい、ちなみに巨峰味だよ、うん、美味しい、いただきました、いただきます、普通のグミじゃない、ノンシュガーじゃ分かんないよね、うん、分かんない、ちっちゃくていいね、うん、食べやすい、うん、おいしい、おお、え、美味しいね、うん、本当にノンシュガーそうだよ、本当にノンシュガー疑っちゃうくらい美味しい、ね、うん、甘いね、うん、え、これ全部食べても38キロカロリーしかないんです、健康的、皆さんぜひ食べてね、食べてね、じゃあちょっともう一個おすすめがありまして、え、何これは何あんまり見たことなかったんですけど、うん、見て、え、絶対美味しい、なんで、スパイマンの梅のタブレットをべっこう飴で包んだ飴、いいよ、こちら、うん、来る、来ないねこちらです、すごい、え、ちょっと、はい、あげます、これ、え、なんです、ありがとうございます、すごい、見て、すごくない、え、ありがとう、いただきます、やばい、なんか、え、ゆうなの配信こういう紹介めっちゃしてくれるの、あ、そうです、やばい、いいな、これは、昨日はドンキでヤッターメンっていうユウが一番好きな駄菓子があるんだけど、 あ、うん、あれが35個分のでっかいでっかいヤッターメン売ってて、ドンキでそれを買ってきましたっていう紹介をしました、すごっ、待って、めっちゃ美味しいね、わー、食べてみていい、食べな、お腹空いたよね、はい、お腹すいた、今 ASMR してる、あ、そうし、しゆれすぎいいよ、もうあと舐める音とかの方がいいんじゃないの、ね、舐めすぎ、舐める音カラカラカラみたいな、歯に当たってカラカラみたいな、カラカラカラ、やばいいただき、あ、いただきます。食べるときは私なんかね。
え、おいしい、これ。おいしいよね、うん。いただきまーす。美味しい。え、梅だね、めっちゃ美味しい。おお、よかった。これちなみにもう一種類あって、あ、もう今持ってないですよ。食べちゃったんでないんですけど、うんうん、干し梅、種入りの、うん、種入りっていうか種がもう入ってる干し梅の周りにべっこう飴バージョンもあるの。すごい。それも美味しかった。べっこう飴って普段食べないからさ、うん、珍しいね。てかべっこう飴って噛めるの？何その顔何何噛めるの？マジ普通の飴だよ。硬いけど、うん、噛めないよ、ハル口の中見せない、見せといて、マジでダメ見せといてごめんなさい、見せちゃったダメ、やばい、バンされちゃう、やばいやばいすごいでしょ、私の情報量、うんうん、情報がすごい、ありがとうございます。え、ちょっとハーマンやるわこれ、うん、やるやろ、毎日毎日グミ買ってこよう、うん、食べたもの全部紹介すればいいあ、そうだ、今まで食べたものねちなみにテーブルの上のお菓子は何だって、うん、いいじゃん、見せちゃうな、リリカ家からもらいました、リリカ、ありがとうございます、もらった、ありがとう、ありがとう、ありがとうみんなみんな向いてきたね、めっちゃ美味しそう、うんうん、ホワイトチョコとミルクチョコだったよ、うんうん、こっち食べたけどめっちゃ美味しかった、え、食べたのもう、食べた食べた、早っ、早っ、みんなが、うん、あの書き物してる間にもう終わったから先、うん、人なるほどねいいな、うん、美味しそう、めっちゃもう言っていいのか、言った曲って、え、言っていいんじゃね、だって3分見れないじゃん、うん、え、でもメロディーね、初めて歌えて嬉しかった、ね、なんだっけ、ん、高、意外と高いんだよな、うん、高くて苦しかった、うんね、うん、振り返るように、うん、うん、やばかった、あの子これやばいいつも流れたいっそこんなメロディー、ね、ソロ来るかと思ったら、ね、そう、それがカットされてる、うん、あのワンハーフでびっくりした、あ、確かに、その後にリリカが、うん、君はメロディーメロディーってなるかと思ったんだけど、今日手紙で泣いた？耐えました。ギリ大丈夫でした。ね、笑えた。初めて、うん、耐えた。なんかちょいちょい笑えたので。はるか、ちょっと耐えたんだけどさ、うん、隣の花江がめっちゃ号泣してた。わかる、泣いてた。花江初だったもんね、生誕さん。参加？参加、うん、出演なの。そうそうそう、あとね、あの次に喋れなくなるから泣けないの、うん、過去形になっちゃうから、司会だったしね、本当お疲れ様、ありがとうございます、司会やったことないし手紙も読んだことない、あ、そうなの、そう、めっちゃ噛むから無理だめっちゃ噛むから無理だ自分から本当にごめんなさいって感じ、本当に実はカマルやったことあるんだよ、あるっけ、司会も手紙も、え、そうだっけ、鼻かむりも、鼻かむり全部あるの、え、司会は何やってた、え、やってたやってた、なっちゃんのやつじゃない、え、全部手紙は、え、やった、え、やった、手紙そうだっけ、あ、手紙いつだっけ、やったっけ手紙、うん、やったえ、誰の手紙読んだあ、ユーハだっけ、え、違うよ、え、待ってやばい、やばい、誰記憶が、え、花江なの、え、違う、花江なんだっけ、花江だ、花江ちゃん、うん、あ、そうだ、笑えるやつだ、お父さん、あ、じゃない、間違えた、笑えない、違う、花江が反抗したやつだ、うん、
はっ、すごい。そう、全部経験してるの。すごい。そう、なんかルア頑張れ頑張ります。春ができるならルアできるわ。え、おい、すいません。でも一番最初のさ、うん、生誕で司会やったのきつかった、マジで。よく頑張ったよ、ね、本当に。やばかった、マジで。ね、なんか司会じゃない、うちらもなんか、あれ次なんだっけみたいな。わかるわかる、最近リハーサルがスムーズだもんね。そうそうそう、みんなね慣れてきて、3週連続生誕祭させていただいてる。うん、今のところ全部出演。あ、うん、春が違うか。ん、春君は春、ルアの時や。そうだね、私は全部出演させていただいてる。え、すごい、すごいな。いいね。で、何かしらやってんだよね、読んだり、うん、ちょっと待ったやったり、花束持ってきて、え、すごい頼りやれてる。でもあれ、うん、なっちゃんの時は何もしてない。そこからずっと何かしらある、うん、すごっ。うん、なんかファンの方が決めてんのかな。うん、なんかそうらしいね、リクエストが来るみたいな。すごい、緊張するよね。春の時の司会はルアかな。お、春が指名するわ。あ、春がだって言っとけばいいんじゃない。え、生誕委員の皆さんって、え、この場でうん、あ、多分手紙読む時だったら、あ、でも事前に見れるの、それって。見れ、あ、どういうこと、手紙とか。うん、うん、その子だけ読める。その子だけね、ちょっと練習できる。あ、でもそんなに練習できない。マジで漢字弱いからさ、うん、すごい感動した時、あれ、何ですか？あれだよ、ちゃんとあの春の時、うん、なんか読めないのバレてるからかわかんないけど、うん、どれが読めないって事前に事前にね、そう、事前に。私の時なかったけど、それ。え、しんどー。じゃあ春の時は、え、どれが読めない、どれが読めないって、やばい、あ、この漢字、あ、この漢字って結構読めないところあって。あ、そうなの。うん、だから多分ルアの話もそうかもしれない。じゃあ大丈夫か。よしよしよし。そう。ちょっともうそろそろだよ。ん？あ、チャット、チャット送んないといけないから。ルアいいや。ん？私お休みチャット送んなきゃ。うん。じゃあ先に壇上読みまーす。はい。今日はこれで、これにて配信は終了です。うん。いきまーす。これ。コラボだから13位トシポキありがとうございます。12位アベベポキありがとうございます。11位ガッティポキありがとうございます。10位スーさんポキありがとうございます。9位クニポキありがとうございます。8位マサ佐藤ポキありがとうございます。7位音速の貴公子ポキありがとうございます。6位ヨコリンポキありがとうございます。5位タカタンポキありがとうございます。4位ヒロイチポキありがとうございます。3位ユウキポキありがとうございます。2位マコイモポキありがとうございます。1位片山ポキありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんごめん。スクショタイム。おー、ね、ゆなちゃんのファンの方めっちゃスクショしてくれるよね。あ、スクショしてくれる、うん、嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。自己がオッケーです。自己がオッケーです。私も。自己がオッケーです。はるか NG。あ、NG。あ、そうなんだ。自己が NG です。じゃあちょっと締めさせていただきます。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。じゃあね。おやすみ。ごきげんよう。おやすみ。グッドナイト。バイバーイ。こっちでやるんでしょ、でも。うん、やる。え、てか間に合うかな。 うちはもうさ、ランキング読まないとさ、うん、ルアの、ルアの終了時間が、ルアかやった方がいいじゃん、もしかしたら、うん、いいですか、すいません、ちょっと早口でさせていただきます。うわ、早っ。はい、13位ヨチくん氏、12位ガトランティス氏、11位ハル507氏、10位メンタム氏氏、9位眉毛沼チュン氏。誰よ、沼チュンになっちゃってるね。8位コガーマン氏、7位ヒロシ、6位古川氏、5位ベルボーアザラシクジラン氏、7位セッテンガーさん氏、3位ピンメガネ氏、2位オジャ氏、そして1位はジャガ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 ジャポイタックン氏です。ありがとうございました。ありがとう、タカタカ氏、ありがとう、タカタカ氏。
ね、今日公演来てくれてありがとう、一緒に歩けて嬉しかったよ、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。それでも終わります、バイバーイ、ありがとう、ありがとう、いいよ、あ、よし、おやすみ、うん、今から終わる。じゃあはるかもランニング行きたいと思います。わー、仲裁から行くぞー。13位あきらちゅん、ありがとうございます。12位たろさんちゅん、ありがとうございます。11位ともじしゃりぞうちゅん、ありがとうございます。10位ぎばちゅん、ありがとうございます。9位ごちゅんのまちゅん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 、ありがとうございます。8位さかいのましいちちゅん、ありがとうございます。7位ビールバルちゅん、ありがとうございます。6位はるかねこちゅん、ありがとうございます。5位なおくんちゅん、ありがとうございます。4位ちいごちゅん、ありがとうございます。3位さりょうちゃん、ありがとうございます。2位たかぴろちゃん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルン、とうちゃんです、ありがとうございます、ありがとうございます。今56分です。おー間に合った、間に合ったよ、間に合いました、私も送りました、公演ありがとうね、よし、ありがとう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 、間に合った、スクショダムそんな忘れた、ごめんなさい、ロアの配信でそんな忘れた、ありがとう、ありがとう、静かになりがち、ね、また来てね、あ、気をつけて帰るんだよ、うん、ありがとうございます、皆さんも、ね、新潟寒いよ、お元気で、うんうん、おやすみ浪川、バイバイ、バイバイ、おつちゅん、バイバイ、あ、やばい、バグっちゃった、ありがとう、またね、バイバイ。